英語って玉ねぎは何シュッポテトトマチとブータン絶対違う、マジで違う、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 他の背中印象ですよ、ドカッターのドカッターの背中印象ですよ。絵描いてこんなシュワシュワする描いてある炭酸のペリエじゃないですか。パンダのものだけ売れパンダマサオくん、ビットコインはやめといた方がいい。経験で言ってる。あ、おいくつ食べられるんですか。30歳です。あ、え？野菜じゃない。野菜？ドラクエ状態。これを捨ててこっちに装備し直すみたいな。あ、今日は僕の地元の千葉県に来てます。今からルーツを探りたいと思います。よかったら見てください。それでは。これね、声だめの、あ、声だめじゃねえよ、声だめじゃねえよ、広い声だめがだった日本一広い声だめ、ね、殺されるぜ、僕は人に声だま、嘘だろいや、別にいいだろ、嘘だろ嘘だろ別に新しくねえし、全然新しくねえし、これはあった、前からだな、はい、カパドシアあったな、前からな、カパドシアあるよ、カパドシアあった、え、知らなかったんですか、マック潰れたの。いやー、びっくり、ポンポンポンだ、これ全然、でもカッパドシアこれデザイン変わったし、そうだね、そう、知らなかったかな、びっくりポンだ、どうしたの、トモ君、おー貸してくれよ、どうしたの、カメラ回ってるんだけどごめん、いや、出ちゃった、正解回ってない、本当の正解じゃあこれ右でいいね、ここ行くのと、もうちょっと行ってよ、初めて、こっちじゃなかった、おい何考えてるの、ここはここだったっけ、ソフトバンクないよ、ここコンビニだったんだよ、だよね、全然変わってるよ、宝島は長いね、もうずっと長いね、宝島あるね、ここが東金市ですね、うわこの辺はあんまり、そこ右だよね、そこはさすがに右に行こうか、え、あそこのでっかいマック知らないの、そういえば駐車場がバカみたいに広いマック、うん、知らない知らない、あの宝島じゃなくて、あのさアタックファイブってあったじゃん、おあれが全部アレグリもなくなって一回全部マックになったの、うん、マジで通常の、そう、うーわマジで、そう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 、これはあったな、あこれここが小村あったか、ここなんかあるね、そうそうそう、当時あったね、霞とかでかいよ、ビッグマス3機、ここもすげえ開発されたな、開発されたな、開発されたな、ガーデンセンター、フローラ高山、懐かしい、これはあったね、ずっとね、あここお父さん好きだったな、今もある、好きだったなって、ここ根強いね、やっぱ根強い、やっぱり、うん、庭維持できる環境だから ね、東京だったら多分ちょっとあんまり、うわクリスタルあったね、ラボホテルの、ここマジ懐かしいわ、ここマジ懐かしいわ、はいここ高校の帰り道ね、うん、ここっていう時もあるね、ここか、あの九十九里側かの 2パターンだね、そうだね、2パターンいろいろとちょっと散策して、今思うバカ遠かったよね、当初これチャリで行ったのすごくない、だって10キロ以上あったんだよ、あったあったあった、だって10キロ以上ってことは東京駅まで俺ん家から行けちゃうんだぜ、激ヤバ、分かりづれ、まあだから坂がないからね、平坦な地だから、まあ可能であって、まあね、別に区ではなかったな、区だったけど、どこだったんだよ、ここの道で、うん、俺、ともくんと陽介とともくん二血してて、俺一人で前吹っ飛んでたの覚えてる、空中を舞って落ちたら、ともくんが死んだと思ったってやつ、お知らない、遠赤乗り上げちゃったやつ、夜、ああ、あったね、あったね、原付で、でこの車道と、うわ、そうだそうだ、車道とこの歩道の間をさ、うん、こうやってこうやって行ってて、一回乗り上げちゃって宙を舞って
で俺がムクッと起き上がってまた壊れてお父さんに怒られるとか言ってっていうか光大君大丈夫みたいになってあらよっとって感じだったけどホテルラフォーレ、うわマジで夏いわここ、っていうか空が広い、空が広いですね、高いなんか、うわちょっとこれはノスタルジーが刺激されてきた。おここは変わってない本当に、新しいアイディアが何にも変わってない。そうだね、ここにセブンがなぜかできないよねやっぱり ね、それはそうか、それはねやっぱちょっとやっぱね国道沿いじゃないでもきついのではないでしょうか。でも需要あると思うけどね、この民たちに。まあね、うん、まあ誰も働かないんじゃないか、働く給も400円ぐらいじゃん。そんな少ねえだろ、県で決められてれば最低時給は。うわ坊主の品中だ絶対いやいやいや絶対品中だろおめえ。そんなこれね品中うわ先輩ぶってんのつ15号外とか言ったホテクリ、ホテクリここからね覗く車見て興奮したな、おいエッチしてるみたいな、あそこからナンバー板で隠されてるけど車は分かっちゃうから覗いてたの。いやいや覗いてる、ここにもあるよ。そうそうこれがレホールですよこれ。うわ懐かしいね、こっからさ車がちょっと見えんじゃん、見えんざん、今見えんざん、今やってるんだみたいな思っちゃってる。え待ってローソンできてるよ、うるせえ。あったか、いやねえよ、あったっけ、えローソンあったんじゃん、あったか、あれなんか、うん、かんでもここでなんか高校時代経由した思い出ないんだけど、このローソンも、うん、なかったね、その時はね。ここであったら絶対アイスとか買っていくはずなのに。えアイスといえば他のものがあったんじゃない、ここ。あ、なんだっけ、あのここにしか、千葉にしかないさ、アイス39円のセーブオン、セーブオンなかったっけ。え、こうじゃないよそれ、もっと細草の方だよ、こっちは細草の方じゃねえだろ、細草になんか南今泉、南今泉、そう、うわぁ、ほんと、なんでここ、なんでここ通ってたろうと思っちゃうぐらい懐かしいな。ええなんでここ通ってんだろうと思っちゃうぐらい懐かしい、懐かしいね。いや、ガチでここ俺らの通学路、ホームロード、ホームロード、いやなんで俺今来いんだろう、何しに来たの、貴重な休みを使って本当だよ、ノスタルジーツアーだから、ノスタルジーツアー2018 8月、なんか逆に覚えてねえわ、なんかさあえほらあるじゃん、なんかほら、おお、なんかこことかすごいあったね、あるね、うん、あのお家なんか覚えてる、なんかやっぱ見て、そうそうそう、うチャリの時はもうちょっと行ったとこの橋を左に行ったよね、もうちょっと行ったら橋があってさ、左に曲がったと思うんですよ、なんでだよ来てよ、ほんと川沿いをパーって行ったと思うんだよここ、で抜けて幼稚園とか小学校あったじゃん、え、ちょっと待っ て、その通りに行ったらすごいね、宣言様みたいな、あーほんとだ橋だでしょ、おお、なんで止まんの、ともくん、いやいや通り抜けちょっと厳しい、あそうなんです、優しさで、いつも俺たちはここを左に回ったのチャリで、でもこれはチャリでは車では行けないさすがに、行けるね行けた、でもヘビがさこっち、あ行った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 、俺ここで捨て猫、ほら覚えてる、え覚えてない、白猫さ、トモ君と一緒にさ捕まえて、うん、捕まえてってか寄ってきて、うん、雨の日で見てた、ここで、あ傘あげて、あ傘あげたね、ほら覚えてんじゃん、じゃあ白猫かわいい、そして通りがかりの人が一位いっぱい猫いるから飼ってあげようかって買ったの、持ってっちゃったので、その後燻製にしてましたけど、燻製にしたんだよ、ここじゃねえじゃん、いやこう絶対そう、チャリでこっちしたもん、あそう、あの先、車でチャリで行ってるのか、やめてよガリガリガリとかってこすってもう知らないからね、これはいけるか、これ右、うん、さすがのさっちゃん無理じゃねえかこれ、いけるか、ひぎー、アナルにぶち込まれた少女の悲鳴がヒギーヒギーモーすげーあらあらヒギーモー誰だヒギーモーのアナルえソールドアウトの僕あー似てねーあらあらあヒギーモーのアナルに挿入したのねヒギーモーいやここチャリでこうパーってしたと思うんですよかーかー増水してんな割りかし割りかしにあ本当だ割合にうわ軽トラもこう多分走るだろう、やっぱこうちょっと一人でともくんとちげえな地元の本当の人と、ねうん、そうそうそうこう言ってたこう言ってたそうそうそうここ渡ってる渡ってるあ渡った渡ったそうそうそうこういうのあるよねそうそうそうあ思い出したこういるしな
コいる？うん、マジ？マコロいるかと。うん、黒い。いやー懐かしい。マジでこの動画誰が面白いんだろうな。本当だよな。豊島屋はまだなんかあったけど、これは完全にもうほぼ同じ景色。会話だけを楽しむ。旅猿じゃない。旅猿だなこれ。旅豚どうよ。旅豚どうよ。どうよ。通ったな。もうあれ何年、もう12、13年前になっちゃうのか。なんか切ないね。12、3年前じゃないし。12、3年前だ。あ、そうか。なんでよ。30、いや、俺、トモくん35歳とか。いや、やめてよ。35歳悲しいよ、やめちゃう。うわー、どこ？いや、絶対ピンとくるはずだよ。わかった。いや、右でしょ？こっち右行って。うわー、こいつ何、どこっち？これはね、城西、あ、城国、城国。城国の野球部だ。あそこにほら、グラウンドあるから。グラウンドあるね。あー、これどこ、マジで？エロ本とか教えねえかな、みたいな。あー、エロ本のね。そうそう。クッチさん。あ、やばいやばい、トーク、上から。やべやべ、ちょっと。上って、ドラッキー、行けるてん。うわ、ここ通ったよ。で、こっちまっすぐ行ったら、ほら、小学校、中学校、あ、小学校か、幼稚園だかあるとこ通り抜けて、あの、A1 だか、あの、ほら、こう、バーって行って、あの、シール工場みたいな、とこに続くんだよ。そうなの？その川沿いでなんか釣りした記憶あるんだよな。釣り？いや、宮里からの。え？宮里と違うかも。記憶がちょっと乗っちゃう。記憶がちょっとぽっちゃり乗っちゃった。ひぃ、飲みそくとない。ひぃって記憶がちょっとぽっちゃりちゃった。ひぃ、飲みそまで太ってんね。うわ、ここあったな、この道ね。うわ、こトモがスプレーで落書きしたとこじゃん。トモくんが落書きしねえよ。でもなんか知ってんだけど、マジここなんか。そうだよ、だってここもう。そうよ。もうちょっと先の砂利道で俺原水こけたんだよ、カフェ。何これ、こんな古民家カフェなんてなかったぜ。マジここどこか覚えてねえわ。稲が工業垂れて収穫を待っておる。白いクソナトリウム、水色の水着男。あ、ここ、あ、これ祭りやってるとこじゃん、いつも。そうです、宣言様だ。うわー、うわ、俺ここで、喧嘩、喧嘩になったことある。俺もここの屋台で、亀すくいで、4000円使ったことある。俺のやつに乗ってくんのよ。俺は、ちょっとかっこいい喧嘩のやつってね、亀すくいで4000円使った話に乗せてくる。しかも、俺もって言ったし。何が俺もなん。水でひたひたの、亀汁でひたひたの小物が食ったな。え、食ったの？食わねえし。悔しくて。4つが食ったな。亀汁で食ったの。いや、やめてよ、マジで。うわ、上国の。いや、マジでいるから、病気。上国ね、こいつら。本当だ。真っ黒い日焼けしてる。相変わらずやってんのか、こいつら。バカが。これマガメガじゃない？違う？これ。あ、マガメガ、マガメガ。ナバキガじゃない？ナバキガは。ナバキガ？あ、似てるよね。南シナカメガとか。誰が読めんだよ、ナバキガ。ナバキガみたいなのね、焼酎が確かアミンに言ってんだよね。誰が読めんだよって俺も思ったけども。ただこのピアノ教室。行きたくね。絶対なんかもう。壊れるよ、取って。そうそう。めっちゃいいな、この人、麻生久美子って誰？麻生久美子だよ。女優さん？女優だよ。ええ。しかもあれ捜査だよ、その人、この人。そうなの？三部、三部。おい。三部市、三部出身。全然違えじゃねえか。あ、おられてない、大丈夫、後ろから。さっきのあの人、ケイトが。怖っ。俺を逆に、ロックオンしてきたか。いたな、悲しい、けど、君が、来たという。ここは夏い。ここは夏いぞ、おい。夏いっしょ、これ。ここはちょっと、これで牧野家もう近いよ、これ。近いね。俺そこかなんかの動物病院でコロ殺されたんだよ。ここだっけな、どこだっけ。え、くじゅくじゅ、ああ、そうだ、そう、ミコビ行ったとこね、左に。そうそう、あるよ、動物病院で。うん。もうコロ殺されたって。ここでコロ殺されたんだよ。腹水抜いてる途中に死んだんだよ、コロ。ああ、花を置いてもらったんだっけ。そうそう、花ポンといて。なんつみたいな。おい、花を置くのが死んだっていうさ、サインのように。そう。殺しちゃう、殺しちゃうみたいな。しかも庭から取ってきた花。はい、
下流この下流はトリコのあのあれ噛んだ時の音ブロッコリーを、うん、下流下流なんかあのぶっ潰れた電気屋みたいなのあるんだよな、うん、なんか電柱あったな電柱売ってる電池でもああいうとこってやっぱりさエアコンの取り付けとかあるから潰れないんだよね、うん、物は売れないしこの道さ、なんかなくて完成した感じこれもしかしてないねなかったよね、この道ねなんだこれえ逆になんだ今こうと思った何これどこそうマジわかんないあーここわかるあーわかるわかるわかるこっちだめっちゃわかるぞこれうわこっちだこっち待ってくれてるもんこっちでくれてるありがとうございます違うよね違うよ用事なんだよ用事うわここで俺お父さんの借りたバイクで突っ込んだことがある90キロぐらいでうわここやめてこっちから行ったねここやめて行った行ったえあほら電気こっちじゃなかったっけどっちかあ佐久間電気佐久間電気佐久間電気その電池のジャンキーあったけどもう撤去されちゃったからあったねー森田電気だ電池切れそう森田森田これいつも頼んだのうちは森田電気に修理とか懐かしい懐かしいゲロ落ちそうだろマジでなんで難しすぎる